めてきた。ジュラシック。最初のところで止まればよかった。ちょっと何があるわけじゃないけど、普通に Vlog 撮っていこうか、これ。というわけで、つやつやつやだき Vlog 始まります。福岡市へ飛び出せ編、西公園。初めて来た。西公園って、福岡市民はみんな行ってるん？ここさ、通らないんよ、道が。先はもう海しかないから、本当に来る人しか来ないみたいなゾーンみたい。名前もシンプルでいい。西公園。この世に2億個ありそう。北九州生まれなんでね。ちょっと福岡市のこと、疎いので、今日は。カメラ持ってね。西公園の中を撮影して、お散歩していきたいです。いや、行きます !Go, go, let's go, 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 let's go. 西公園。結構広い。こっから入ってきたのか。ちょうどど真ん中におるね。てかもう一番いいとこにおるね。日だまりの谷。とりあえず展望するか。あ、ノアがある、ノア。すげえ、かっこいい。げえ、かっこいい。見っけてしまった。行きたかったところがある。今屋のハンバーガー。おお、めっちゃいいじゃん。かっけえ。わあ、このかっけえ、この道。わあ、たまらんねえ。あそこアスレチックある。工場。白爪草いっぱい咲いとる。いい時期だね。こんな立地のいい場所にあったね。ミックスエッグ一つください。ミックスエッグ、はい、からし なしでお願いします。ミックスエッグやったやつね。はい、はい、もらってます。はい、450円ですね。はい、もう一つからし入れますか。なしでお願いします。少し入れてきますはい、熱いかなり、はい、こうやって、はい、いただきます。はい、もうめちゃくちゃ並んでる。トンビに食べられんように注意しないかな。よいしょ、ここいいわ。避けて開けるかな。うわあ、やば。うわあ、やば。いやあ、すげえ。これは神。バーガーと言いつつ、ホットドッグ寄りの、てかホットドッグです。おい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 。ギルティー。大ギルティー確定です。常連になりそうだね。どこで食べようかな。景色いいとこで食べよう。この中のどこでも食べていいからね、きっと。いただきまーす。顎外れるで、これ。うまっ。結構からしが効いてるね。なしって言ったんだけどな。なしでちょっと入れときますねって言われたもんね。まあまあまあ、パンチのある。うまっ。もう肉すごっ。卵とウインナーとハンバーグ、ずる。口の中がジャンクサーカス。結局俺も30分ぐらい並んだけど、その価値あるね。マジである。待ってる間ね、おいちゃんがね、ずっとね、
もうちょっとでできますよ、待っててねって、もうすぐできるからねってずっと言いながら作ってくれる、うん、外パリパリ中にゃんにゃんハンバーグ。揚げてないもんね、揚げるものなかったもんね。なんだろうこれ、どうやってんだろう。エッグもうまっ。よいしょっと、かなり満足おじゃ。もうちょっとでも回ろう。もう帰りたくなってきたけど回ろう。また真ん中になんか、おお、なんかかっこいい、あれ橋がある。この公園古いんだけどね。憩いの広場、展望台広場、加藤師匠の記念碑。あ、加藤師匠ってあれやろ、俺宮若で見たよ、あの福岡藩のなんかのあれだよね。だって師匠さんって言って図書館関係みたいに思ったけど、図書館関係じゃなくて名前かいってなったもんね。うわ、去年36歳。はいはい、結構頑張った人。展望台広場、お、何も見えない、はいはいはい、展望台近く広場みたいな。ここには銅像があったけど、太平洋戦争で金属回収のためにもう回収されちゃいましたと、ご理解くださいって言われてもう46年経ってる。何するとこだろうねここね。なんか遊ぶところって感じもないけど、まあでもいつも言うけど、ここ鬼ごっこしたら楽しそう。俺の判断基準は鬼ごっこしたら楽しいか楽しくないか。お相撲できるよ。西公園100年記念で東屋を送ってもらったそうです。お相撲ができます。いい感じの道やないか。上にすると、おお、ほらいい感じですよ。鬼ごっこして、てか逃走中ぐらいの規模がしたいね。森の中、山のその道を外れたゾーンは行ってはいけません。最高じゃん。師匠さんの像結構でかそうやね。あ、違った師匠違った丸い師匠さん、さすがにあんな丸くない。どんなに太ってしまったとしても丸くない。人ってこんなに丸くなれる、想像してたんと違うんやけど丸くなったね。これ眉の状態じゃないこれね。え、完全変態中じゃないこれ。パカーンって羽生えた師匠さん出てこん。いやでも本当にここなんだけど、なんで丸くなったの。北九州市民には謎がいっぱいなんだけど、福岡市の人は丸くなるの、銅像になったら。ここが荒津山の頂。もともと1881年に荒津山公園の名称で作られましたが、その後西公園となりまして。なんでこう個性ある名前からふんわりした名前になったの。光る雲神社。ノープ。あ、走りたい。あ、怖い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 。おお、めっちゃいい。めちゃくちゃかっこいい、この景色。幸運を呼ぶ三つ雲幸運神社。あ、幸運神社か。幸運を呼ぶ幸運神社の幸運の鈴。おいおいて、全然違うやん。無理だって、初見殺しやって。キラキラネームやん。黒田助水と長政の親子を祀る神社ですと。テルモちゃんね、まあ、黒田さんね、津屋崎不屈もね、そんなね関係なくもないのでね、まあこれ行かしてもらおうかな。テルモ神社のお二人は福岡の名付け親なんだって。いい名前つけたね。はっ、あれは天井の陽閣。お賽銭あげて参拝されるときに鶴の声、その一声に託して幸運が開かれますよ。漢字がむずい。日本一不思議な狛犬。え？どういうこと？うわ、マジ？
すげえ守ってね中を。確かに見たことない。もうグエンされてる、これグエンされてる。おいらも参ろうぞ。再選の前に一回鶴を見てください。あーすげえ、おい、なんか折り鶴みたいだね。あれがさっきの言ってたやつだ。喋ってた、びっくりした。なんか警備員呼ばれたんかと思って。鶴の一声ですね。すげえ。今日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 ってね、3個ぐらいあったけど。面白、人間って面白。おみくじが30円で引けます。10円を3枚お入れください。めんどくせえな、せんどこ。おみくじめんどくさいけせん。ちょうど俺今日官兵衛みたいな帽子かぶってる。赤く塗ってくれよかったな。なんか歴史資料館みたいなやつあったらいいな。好物やからな。図書館行きたいな。あ、これ全部桜やない？お、これ全部桜だ。ファミリア。お花見スポットなんやな。すごいのがさ、そこにアパートあるやん。これ、この西公園の中にあるアパートなのよ。すごくない？公園の中に自分家があるっていう状態よ。正確には外側にあって、もう真裏とつながってるってことやろね。これこれすごくない？これちょっとロマンあるよね。合体してる、おしゃれ。工事中なんですよ。めちゃくちゃ道路工事。さあこっちは人間のみ行けるところかな。行こうか。確か僕は人間だ。あー、チャリンコ気持ちよさそう。黒金持ちっていう木らしいですよ。悪い金持ちのことです。学校がある。この道いいな。トンネルだ、超気持ちいい。休憩所がある。池、池的存在。お、ニャンニャンがおるやん。そこ今谷になってる。あの猫ちゃん、名前あるんですか？あ、まあ一応つけたんですよ。シーマちゃん。シマ。シマちゃん。はい。ここで十何年生きてる。そうです。へえ。まあでもとてもいい環境に住んでますね。もうこうなると野良猫ってより野生猫って感じ。いやもう地域猫ですよね。もう耳貯金、ね。耳貯金してますもんね。まあでも野良猫の中では幸せな方ですよね。地域猫の中では。この環境は、はい、でみんな優しいし、こうやって。これもうワイルドキャッツだよ。ストレイキャッツじゃないよ、これ。虎と一緒よ、あれ。西公園山猫だな。こっち行ってみようか、こっち。ファイナルファンタジー12でこんなところがあった気がするな。耳が長い族の森。あ、ほら、やっぱり道以外はなるべく自然のままにしたいので、どうしても入んなきゃいけないときは入んないでねって。そのために道があるんだもんね。だからもし鬼ごっこする君たち、道でしましょう。していいのかな、ダメなのかな。いいだろ、スポーツ、スポーツなんでね。だから他の人に迷惑かからないように鬼ごっこしましょう。横のもでか、え、でかでか、ちょっと待って、 GoPro じゃマジ伝わらんけど、 GoPro のこの見た目の2万倍ぐらいはでかいよ、これ。ほら、早速立ち入ってしまった。ごめんなさい、大きさを比較するためにやむを得ず立ち入りました。ごめんなさい、絶対ダメとは書いてないから許して。ごめんごめん、ほんとごめんなさい。こっちはダメ、こっちは公園だからいいって感じはありそうだな。うん、だって縦札ないもん、こっち。ピピー、セーフセーフです、セーフです。西公園の西側、ワイワイワイウエスト。バナナあるやん、そこ。バナナ、バナナの木がある。バナナの木、なんであそこだけ。時折あるベンチがさ、そこにあるんだみたいな感じのところに置いてあるのがいいね。そこに座ってどうするんだみたいな。家がある、カフェ、え、何ある。カフェっぽいけどな。あれ、西側展望台みたいなのがあるらしいけど、
この近くに学童あったら一生ここで遊べるやん。まあ絶対迷子になるけど。全員に GPS つけよう。ここ上行けっさやね。これはナイスロードですよ。お、まだニャンニャンがこっち来る。やっほー。なんか猿っぽいね。ワオキツネザルみたいだね。バイバーイ。こんなん野生やん。野生がすぎる。大野生猫。この道はどこへ行くのか全く見当がつきません。私の人生と一緒。でも確実に上へ上がっている、上昇しているんだ。私の人生と一緒。お、希望が見える。あそこに希望の光が見える。私の人生と一緒。行くぞ、希望の光の中へ。おお、もうちょっと悪いオチを考えてた。あらららら、能登島が見える。あの島かわいいよね。俺あの島一回行ってみたいんだよね。行っちゃダメなんかな。見て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 、傘の絵が落ちてる。わーい。こっち側はアイランドシティの方が見えるね。いいじゃんここ、誰にもバレずにミッドサマーごっこができる。人来た。バレた。目があった。こんにちは。ちょっと待って、ほらあれさっき見えたカフェじゃない、あれなんとか亭。まあ福岡市民は全員知っとろうな、きっと。うわーかっけえ。あ、読み切らん、読み切らんかった。うわーかっこいい店ある。うな重とか銀だらみ、はいはい、僕が一番好きな魚です。僕が一番好きな魚の一番好きな食べ方です、銀だらみりん。うわー、こういう店だったのね。何亭なのこれ。あ、うぐみ亭って書いてある。うぐみ亭かっけー、行ってみてー。 Vlog って何なんだろう。あ、分かった。今ここ降りたら多目的広場に行くんだ。多目的広場行ってみようか。あー分かった、さっきの最初の今屋の下のところだ。ここおもろアスレチックがあるやないか。あんなめっちゃ楽しそうやん。ギギネブラみたいなアスレチックがある。あんまり見たことないぐらい使用不能がある。どういうこと ?7 分の4使用不能の公園。試練試練試練ドゥルルン、試練試練試練ドゥルルン。病院の、あ、またいい感じじゃん。ちょっともう展望に少し空きが来ている。すごい、これすごいけど、これ晴れてたらもっとすごそう。隠れおもろ公園を発見してしまった。これだ、ドゥン。おもろそうじゃない。もう未だかつてこんなに遊べない公園見たことないけど、9割遊べんやん。残りの1割がめちゃくちゃ楽しそうやん。危ない危ない。ほら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 。ほい。ほい。よし。お疲れ様でした。これ上がったら今屋のバーガーに戻ると。あー楽しかった。これもう全部回れてない可能性はあるけど、はい、一周してきました。いかがだったでしょうか。北九州市民が回る初めての西公園でございました。いいとこだね。これが子供時代の一部分にあった人が羨ましいな。もしね、福岡市民以外でね、西公園来たことねえよって人おったらね、のんびりしに来てください。福岡市民でね、懐かしい小学校の時行ったって人もね、久々に来てみるとまたエモくて癒されるんじゃないでしょうか。まあ、少なくとも今屋のバーが未だに現役でおいちゃん作ってくれてますんで、ぜひ大変そうだけど食べに行ってみてください。僕あのつやつやつや崎っていう基本はチャンネルで福津市ってところでね、楽しく生きてるやつやってますんで、よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。体力の衰えを感じます。でも心はヤングナイツ。バイバイ。